このブルボンさん、デカすぎるに対するみんなの反応。うおでっか。まるでブルボンが競走馬じゃないみたいじゃん。いつ見ても尻が四角い。このケツに乗るのは大変そうだ。尻ごっついなぁ。同じ馬のはずなのにブルボンだけ作画がバキみたいになってる。ケツが四つに割れてると言われてたな。ブルボンってムチムチの体以外にはなんか逸はないの？クラなしで女優が乗って上でキャーキャー騒いでもぼーっとしてるレベルでおとなしいとか。ムチムチとムキムキを悪魔合体させたような尻だ。ケツにちっちゃいジープ乗せてんのかい。サイボーグだからな。競馬の目の超えたおじさんたちを、なんだあの尻は、と驚愕させたサイボーグ。これだけ筋肉だるまだと逆に動きが悪くなりそうだけどそうでもないのか。実際素質としてはスプリンターよりとは言われていた。逆にライスシャワーがガリガリのマラソンランナー体型だから菊花賞で競ってる映像を見ると対比がすごい。厩務員からおとなしすぎ怒らなすぎでヤバいと言われるレベルでおとなしい。その従順さが可能にしたハードワークでできたのがこちらのでっかい尻です。競走馬を半路調教しまくるとブルボンになる。ババに合わせて走法変える話聞いてると一番大事なのは頭の良さで遺伝するものじゃないんじゃ、ってなる。頭良くても白いあれみたいに変な方向に行ってしまうことがあるしレースに都合のいい頭の良さじゃないとね。半路で鍛えたっていう有名な逸話だけど他にも全力追い切りでタイムが落ちるまでやらせたとかやべえ話がゴロゴロある。普通はそこまでやると空使ったりするんだけど黙っていうこと聞くブルボンがやっぱり異常っていう結論しか出ない。オペラ王の突然変異の心臓みたいにブルボンの脳みそも突然変異だったのかもしれん。ブルボンの血とライスの血を掛け合わせたらきっといい感じの中距離馬ができたはずだと今でも思う時がある。未だに最強議論で挙げる人がいるくらい印象に残る走りをする馬。競争成績が1位ばっかでビビる。当時見てみたかったな。でもバカボンなんでしょう？これでいいのだ。ボンボンブルボンブルボンボン。後でまとめて半路4本な。血統も溶血ではないのか？父はすごいけど、それ以外は普通。よく短距離向き言われるけど血統見たら完全中距離馬やろな。父は G1 ホース4頭出してるしボケイはたどればコロナスターロッチの母を普通とは。それはコロナがすごいだけで血統として溶血とは言わん。ブルボンの牧場長はマグニチュードをつけた理由はミルリーフ系で一番種付け量が安かったかららしいよ。最強議論に決着がつかないのは実際に並べて走らせるわけにもいかないのもそうだが一人一人の心の最強馬がいつまでも色あせないからだ。いくつもの思い出が横一線だもんね。つまりいくつもの尻が横一線。ブルボンの SR サポカ最高なんだよな。ポニテ、尻尾、尻、とも、すべて思考。なんだこれは、たまげたなぁ。それに性能も良いしコーナー回復までくれる。原作がすごすぎて相対的に馬娘の方の尻がしょぼく見える。せめて H90 代後半代になって出直してきて、どうぞ。数値上のウエストに対する尻の大きさではグラスやヘリオスとかと同じケツで家族だし、許してあげて。原作準拠にしたらほぼ全員ゴリウマっちょ娘になってしまう。それはそれで。そこまでやってもライスの素質を超えられなかったのが無情よ。ライスは長距離戦だからさすがに相手が悪かった。タンホイザに勝ってる時点でブルボンも相当すごいんだけどね。無敗三冠まで一歩手前だったが惜しかったな。喫水のステイヤーと競り合える次元まで持っていけたのは十二分にすごいことなんよ。最終的なキャリアはブルボン7戦ライス25戦でライスのが3倍以上多く走ってる。勝ち数はブルボン7勝ライス6勝10勝勝ち数はブルボン5勝ライス4勝。中距離じゃ仮に現4歳以降のライスと現3歳児のブルボンがやってもほぼ確実にブルボンが勝つと思う。素質というか、限界ギリギリまで鍛え上げたブルボン。あばら骨浮き出て餓死寸前レベルまで絞り上げてるライス。ダスカのお尻も見たいわ。筋肉だるまっつっても走るために使う筋肉ならば速度や持久力に寄与するから燃費の問題にはなりこそすれ別に邪魔にはならんのよ。つまり盛るなら尻に盛れってことだな。
そりゃこんなムキムキの足で蹴り食らったら命に関わるよな。胸のことと思って開いたものだけが石ジュエルを投げつけなさい。風のシルフィードだとこういうムキムキ馬はダメって言ってたような記憶がある。ジャガイモとキュウリに割り箸か何か刺して比較してたような。あれは通常の骨格に過剰な筋肉つけてもダメって話で、ブルボンの場合、骨格からしてでかいからなんとかなってそう。ムホホブルンボイン。この尻見せられたら、微妙血統ももはやスパイス。最強の夢を見ずにはいられない。頭がいい馬ゴール1覚えてたからこの辺で仕掛けるね。頭がいい馬1、5、1、5からの15は受けるんやろな。初期のプロフィールでお尻の筋肉あまり見ないでくださいとか言ってなかったっけ？これが、プリケツ。もげ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 、尻をもげ。正確なラップもかなりやばい。上半身をゼファー、下半身をブルボンにしたら最強なんだっけか？こんなんミホのブルルンボインじゃん。ウエストとヒップの差33センチ。ブルボンは数値自体が極端にでかいわけじゃなくて、それこそサイボーグみたいなボンキュッポンでこのスタイルなんだよな。ゴルシに吹き込まれて新年の隠し芸大会でケツ割り箸を披露するブルボン。うほう。このケツなで回してー。マジで一度触ってみたいケツだ。言えばお尻触らしてくれそう。馬娘じゃ描写されてないけど、ブルボンも相当大ぐらいだったらしい。普通の馬はだいたい海馬6勝くらいのところ、ブルボンは9勝食べたとか。それだけたくさん食べられたから、強い調教ができて、結果あのムキムキボディになった。いずれブルボンも大食い扱いされる日も来るんやろか。スポーツやる人はまず食えなきゃダメらしいからな。あのケツ地女勝負服を許可した馬主はやはり本物だった意味深。砂浴びするブルボンの動画見ても普通の馬とは後ろ足が明らかに違うのがわかる。現役競走馬時代のブルボンの後ろ足はマジで鎧みたいだった。あまりにもおとなしい馬はレースで闘争心出せないこともあるって聞いたことあるけど、ブルボンはギリギリで良いバランスだったんだろうな。スイッチが切り替わるタイプの馬だったんだろうな。普段はおとなしいのにレースになると勝負根性あったからな。販路5本にしたら文句言わずに真面目に走るけど、目に見えてバテてるのが分かったから4本に減らされたエピソードがいかにもらしい。こう見るとサラブレッドって人間でいう大殿筋と大体二頭筋のお化けやな。まさに蹴り出す力に特化した肉体、そりゃ故障もするわ。告白します、初期の馬娘スレが荒れるたびにブルボンのケツを張ってたのは私です。ありがとう、ケツデカおじさん。毎週土曜日に、誰でも参加できる面白馬娘杯配信もやってるのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録、お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。